カープ田中康介、大輝は遊撃手として復活へ。リーグ3連覇に貢献したリードオフマンも不振が続き、その間に小園が台頭。田中は小園がしっかり守らなきゃいけないとしつつ、簡単なポジションじゃない、手本になるようしっかり動けるようにしたいと語った。小園フルイニングはないやろうから、ショートのサブはいてほしいところやな。田中でも矢野でも曽根でも韮澤でもええ。田中康介はサードで出場機会増やした方が良くない？ショートは小園がいるから出番少ないやろ。言い方悪いけど、来年は打力の問題でほとんど一軍に上がれなさそうだから、好きにさせたればええと思う。小園も康介にいろいろ聞いてるみたいなことは言ってたし、いてほしいよね。康介には小園にとって超えるべき壁であってほしかった。崩れるのがあまりに早かった。ショートも小園が抜けたら矢野か康介しかいないから地味にやばいのよね。サードが終わってるせいであんまり注目されてないけど、冷静に考えてレギュラーの控えがレギュラークラスなんてほぼないんよ。控えに実力があるなら坂倉みたく別のポジションで出るし、少なくとも今年それなりに矢野がそれなりに仕事したし、控えとしてなら十分な存在感示したから、遊撃に関しては層が薄いとは思わん。ご視聴ありがとうございました。